それでは続いて、先月大森ふるさとの浜辺公園で行われた合同水防訓練の模様をお伝えしましょう。近年頻発しているゲリラ豪雨や台風、土砂崩れといった災害を想定し、毎年河川が増水する出水期の前に開催されている大田区合同水防訓練。今年は大森ふるさとの浜辺公園を会場に、大田区と第二消防方面の各消防署や消防団、大森東自治会などおよそ400名が参加し、積み土のうなどの水防工法や水難救助訓練などが行われました。会場には訓練のほか、区民が体験できるコーナーも設けられ、都市型水害に備えて土のうや水のう作りを体験。また火山の噴火や土砂災害といった自然災害をバーチャルで体験できる国土交通省の自然災害体験者が来て、土石流が発生するまでの予兆現象と実際の土石流の恐ろしさを来場者の皆さんに体験してもらいました。なんかよりリアルに体験をできて、すごい怖さを感じました。訓練の最後には、雨の中川の様子を見に行った人が転落して流されたとの想定で水難救助訓練が行われました。こうした訓練を通じ、水防対策に取り組んでいる大田区。雨の日が多くなるこれからの時期、各家庭でもぜひ水害への備えをお忘れなく。